今日も頼むな。クイーンの放つ正気に飲まれ、多くの仲間がロストに落ち、奴の傀儡となり果ててしまった。かつての仲間と戦った奴もいるだろう。それでもよくここまでたどり着いてくれた。俺はお前たちを誇りに思う。思い出せ、愛する者たちの顔を、ぬくもりを、そして灰となって消えていった仲間たちを。グレゴリオ・シルバの名のもとにここに誓う。この戦いが終わった時、立っているのは俺たちだ。共に戦い、この地獄を終わらせようじゃねえか。いいか、心臓は晒すな。二度と再生できなくなるぞ。この化け物が。お帰りなさい。気分はどう？ここがどこかわかる？あなたは二日前に殺され、またここに戻ってきた。気持ちを落ち着けて、この問診票に記入してもらえるかしら。確認しておきたいの、あなたが自分のことをどこまで覚えているか。暴走の兆候および深刻な機能不全もなし、至って良好。心臓に損傷があったから少し不安だったけど、意外とタフね、あなたって。でも少しでも違和感があればすぐに教えてね。私たちレヴナントは不死の存在だけど、ロストに落ちてしまったらもう助けてあげられないから。これ、
クイーンの正気が少しずつ濃くなってる。戦闘中これだけは絶対に外さないように。召集の時間ね。戻ったばかりで大変だと思うけど、でもきっともうすぐ終わる。頑張ってね。弟くんの様子は？ルイはまだ眠ったままよ。そう、拒絶反応の兆候がないと言っても心配ね。あなたジャックの分隊に呼ばれたそうね。危ないと思ったら無理せず一度引きなさい。彼の分隊員は皆優秀だけど、すぐ無茶をして担ぎ込まれるのよ。危険な任務が多いのもわかるわ。でも救護班だって手一杯なの。特にカレンは頑張りすぎるから、できれば彼女たちのことも考えてあげて。もしよかったらなんだけどね、この戦いが終わって落ち着いたら協力してもらえない？クイーンの脅威がなくなっても私たちレヴナントには知恵の渇望という大きな課題が残されているわ。化け物や暴走したクイーンに対抗するため、私たちはたくさんのレヴナントを生み出してしまった。シルバはね、化け物に奪われた土地を解放して生き延びた人たちを助けることで血を確保しようとしてるけど、私は私のやり方でこの課題を何とかしたいの。あなたの血液データには興味を惹かれる点がいくつもあるわ。お願い、考えておいて。大崩壊の日を覚えてるか？あの日からいつだって苦しくて厳しい戦いを強いられてきたが、俺たちはまだ滅んじゃいねえ。今度も俺たちが勝たなきゃならねえんだ。お前たちは一心に突き進め、背中は俺に任せな。君には大事な人はいるかい？こう見えても僕には人間の家族がいるんだ。俺さ、大崩壊の時逃げちまったんだ。化け物に襲われて何も考えられなくなって。あなた故郷はこの辺り？私の故郷はもっと西。この拠点は死守する。よ、新入り、お前のパートナーは俺だ。一昨日のクイーンとの戦い、お前の働きは聞いている。そこそこ使えるんだってな。すぐに出るぞ。準備は万端か？その力限界まで発揮してもらうぞ。クイーンが防衛ラインを突破し、こちらに向かって進行しているという情報が入った。ただ、奴も相当の痛手を負っていることは確かだ。一気に追い打ちをかけ、奴を叩く。間違っても、クイーンの血だけは食らうなよ。何人もの仲間が、
拒絶反応を引き起こしてロストに落ちた。自分の身は自分で守れ。いいな、行くぞ。さあパーティーの時間だ。盛大にゲストを迎えてやろうぜ。使えるものか。ここにもあったか。ちょうどいい。クイーンの血から生成した薬だ。そいつに一滴垂らしてみろ。ここならマスクを外しても問題ない。クイーンが暴走する前、彼女の力によって生み出されたものだ。周辺一帯の正気を浄化し、無酸した肉体をつなぎ止め、その場で再生する役割を担ってくれる。この浄化マスクも含め、クイーン計画によって得られたものは多い。彼女もまた俺たちと同じレヴナント、志を共にした仲間であり、唯一さらなる高みへと昇る可能性を与えられた存在だった。彼女はその得意な力に飲み込まれ、欲望のままに血を貪る化け物に落ちてしまった。食うか食われるか、その二つしか選択肢がないのなら、俺は食らう方を選ぶ。薬の生産数は限られている。大切に使え。気を抜くなよ。覚悟しろ。敵が多いな。囲まれては不利だ。鍵があれば開けられるかもしれないが、気になるな。拉致が開かんな。こっちが不利か。身を隠しながら進めないか。
付いてな。死後が見えるな。お前ならどっちを選ぶ？鍵か。使えるかもしれん。よく見ているな。無駄にする道理もない。装備がおろそかというよりマシか。先行しすぎるな。ここから上に行けそうだ。開いたな。このケースだ。有用なものだろう。
登るなら注意を怠るなよ。何か発見したか？やるようだな。建物の間にも注意を向けろ。狭いな。さっさと抜けるぞ。この先、防衛用の連絡路が使えるかもしれないぞ。ルートはお前に任せよう。これだけの敵、正面から挑んだら負けるぞ。Yeah!
ちらに行くかお前が選んでみろ。使えるものか。先手を取るぞ。仕方ない。こいつは手だれのようだ。
目覚めたな。足を滑らせるなよ。むやみに突っ込むな。お前ならどっちを選ぶ？無駄にする道理もない。少々やりにくいか。やるな。
これは地下道へのはしごか。追い込まれるなよ。どうする？処理するか？奇襲できそうだな。つまらんな。中に敵がいるな。開いた扉から出てくるぞ。無駄が出なくて結構だ。使えるものか。そこにあったか。何か意味のある場所のようだな。登るなら注意を怠るなよ。貴重な品だ。覚悟しろ。楽にはいかんか。
近道ができたな。今行く。警戒しておけ。建物の中も確認しておきたい。鍵を探そう。鍵を探すとしよう。待っていろ。よくやった。ここで再生しておけ。ここから上に行けそうだ。さて、中身はどうか。
覚悟しろ。何か意味のある場所のようだな。足場を意識しろ。不利な状況でも打開策はある。確認を怠るなよ。よそ見をするなよ。それは役に立ちそうだな。待っていろ。無駄にする道理もない。先行しすぎるな。上からも来るぞ。覚悟しろ。手間を取らされた。はしごか。足元気をつけていけ。下にいるな。この位置から仕掛けるか。再生力が尽きかけているな。気をつけろ。
物の中も確認しておきたい。鍵を探そう。よし。お前には物足りないか。再生力が尽きた。戻ることも考えておけ。こいつは手だれのようだ。先行しすぎるな。精神も休めておけよ。Oof!
敵に挟まれるなよ。追い込まれるなよ。白いトゲはクイーンの放った質量攻撃だ。あの威力では防壁など役に立たん。目的はクイーンだ。不要な戦いは避けた方がいい。中身はどうか。ここから下に行けそうだ。仕果てたレヴナとクイーンの哀れな区別か。いいか、シエリ、情けは無用だ。
来たか。装備に問題はないな。蹴りは視野を狭くする。静けさも合わせ持て。いい備えだ。好きにやれ。仕方ない。フォローはする。
相手の隙を探る。覚悟しよう。そこにつけるんだ。意識はどうだ？このままでは厳しいか。前の戦いを思い出せ。仕方ない。
糸口を探せ。準備はいいか。お行儀の悪いゲストのお出ましだ。そろそろパーティーはお開きにしないとな。
よくやった。お前の覚悟、見事だった。ゆっくり眠れ。面白いもんでも見つかるといいな。あんまり先走るなよ。